はい。リフォーム完成いたしましたので動画撮影していきます。ちょっと暗く見えますが、はい、ここはリノベーションっていうよりも美装リフォームっていう改装を行いまして、今販売中でございます。はい、スキップフロアの、階段になってまして、3階建てに見えて2階建てになっております。はい、1階はトイレ、はい、ダイニングでございます。ダイニングキッチンの表示方法が変わりまして、もともとは8畳はリビング表示だったんですが、はい、ダイニングキッチン表示に変わりましたので参考にされてください。1階のダイニングは南に向いてるのですが、建物が真ん前に立ってますので日当たりは全くない状況でございます。キッチン、はい、総入れ替えしております。水回りっていうのは、築年数が結構経過するとですね、シロアリなんかの被害があったりとかするんですけど、今回シロアリも見つかりまして、ホームインスペクションって言いまして、お家を評価してくれる、価値がないかっていうのを調べてくれる機関があるんですけど、そこに依頼して、はい、全部調べていただいて、であかんとこは全部修理させていただいております。とはいえあかんところっていうのが、もうそれこそフローリング上にちょっと食ってたアリぐらい、あのシロアリだけやったので、はい、柱もしっかりしていましたし、建物の、性能的には問題のない状況でございました。はい、報告書なんかも用意しております。でこのお部屋は、クロスで床でキッチン、それから、洗面所、このキッチンの横に洗面所とお風呂が併設されておりまして、はい、この辺も全部新品に変わっております。でお風呂周りなんかも、あの全て解体してユニットを入れてますので、はい、もちろん追い焚き機能付きです。お風呂周り、水回り、全て生まれ変わっております。でもともとここに洗濯パンがあったんですけど、洗濯機を置くとお風呂の入り口がちょっと狭くなっちゃうので、はい、こちらの扉、はい、ここに洗濯室を設けました。こんなちょっとしたことなんですけど、奥様スペースの動線は確保したいいうことから、こういう形にリフォームさせていただいております。はい、だからお世辞にもそのリビングがドーンとあってっていう感じのお家ではないので、はい、リビングを食事を作るスペースと食事をするスペース、そしてくつろぐスペースを一緒に叶えたいという方は不向きな間取りにはなっております。昔のお家ですよね、昭和から平成にかけてのお家っていうのは今っていうのが別にあって、はい、くつろぐスペースっていうのは別の部屋に設けるんですけど、そのタイプの、はい、間取りになっておりますね。はい、2階部分に参ります。はい、こんな感じです。テイストは、はい、外観がブルーグレーのちょっとこじゃれた感じの、はい、外壁塗装させていただいたんですが、はい、室内は、これちょっと目視で分かんないと思うんですけど、薄いグレーを、はい、使っております。これね、言われないと多分分かんないんですけど、この雰囲気が結構大事でございまして、はい、
で5段ぐらい上がるとこちらにはお部屋があって、テイストは同じですね。でこのお部屋にはベランダがありまして、はい、物干しですね、こちらでしていただけるようになっています。はい、でこちらが、まあ、何度に使うのかお部屋に使うのかはもうお住まいされる方の状況によるとは思うんですけど、こうタンスなんかをね並べられる何度になってます。はい、この時代の建物は結構多いんですよね。はい、こんな感じです。まあ言うても古いお家で全部が全部こうリフォームしているわけではないので、はい、ところどころやっぱり昔の名残っていうのは残っておりまして、この辺りの消臭税に関してはご自身でやっていただかないといけない物件になっております。まあ、ベースはね綺麗に全部改装をさせていただいたんですけど、はい、でこれが最上階、3階っぽいんですけど、はい、2階です。まあ同じ感じですね。ここもともと4話がない物件なんですよ。全部和室なんですね。それを今回すべて4話に変更させていただいておりますので、はい、で4話の素材に関しては、はい、これはウッドタイルを使っております。硬質の樹脂でできておりまして、はい、で限りなく木に近い素材を使わせていただいております。はい、現在1540万で販売させていただいております。月々だいたい5万ぐらいまででマイホームを持ちたいという方には、はい、ドンピシャの物件ではなかろうかと思います。はい、あ、この辺のね、実は玄関も新品に交換させていただいてるんですよ。テレビモニター本でこれです。ガレージがついてるんですけど160ぐらいしか高さがないんですよ。だから大きな車は入りませんので、はい、この高さと車幅、全長、このあたりはきちんと調べて車を選んでください。はい、でここまだポストついてないんですけど、ポストはご自身で、新しいものを設置してくださいということでお願いしております。はい、いかがでしたでしょうか。ご興味ある方はミナーチのホームページから、LINE 登録、メール、どちらでもお問い合わせできますのでご連絡いただければと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。さよなら。